支援級防護巡洋艦は、新国の北洋水士の防護巡洋艦の艦級である。本級は、列強の東洋支配に対抗すべく、新国が自国の沿岸防御のために、イギリスに発注した巡洋艦のクラスである。イギリスのアームストロング社に2隻が発注され、サー・ウィリアム・ホワイトの設計によるもので2隻は1886年に浸水。 1887年に竣工し、84万5千両が支払われ、同年11月に新国海軍に引き渡された。遅延と安支援の二隻があるが、遅延は航海海戦で戦没。安支援は異海へにて沈没。船体は平ら板型船体であった。水面下に昇格のついた艦首から甲板上に、 クルップ製21センチメートルライフル砲を連装砲画で監首乾板上に一機配置した。その背後に司令塔を組み込み、両脇に船橋を持つ操舵環境と短脚式の全部、ミリタリーマストが立つ。船体中央部に一本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、原則に日本一組のボートダビットが片元に傷つ、計四組で運用されていた。 副武装のクルップ1 5 2トルライフル砲は、船体中央部の原則に張り出しを設け、そこに棒立てのついた単装砲がで、片原1機ずつ、計2機を配置し、5 7トル速射砲は、単装砲がで、原則甲板上に片原4機ずつ、計8機が配置された。その後方に、 後部ミリタリーマストと21センチメートル単装砲が後ろ向きに一機が配置されたこの武装配置により監視方向に最大で21センチメートル砲2門15.2センチメートル砲2門減速方向に最大で21センチメートル砲3門15.2センチメートル砲1門5.7センチメートル砲4門完備方向に 最大で 21cm 砲1門 15.2cm 砲2門が試行できた。遅延の後、甲板上で上位を撮った写真。水兵が腰掛けているのは、後部 21cm 単装砲。本級の主武装は、クルップ製、1880年型 21cm ライフル砲を採用した。これを、厚さ 102mm の棒立てを被せた砲賀に据えたが、 監視側は連装砲がで2門、監備側は単装砲がで、監視方向の火力を重視した火力配置となっていた。その他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロング5 7トル単装速射砲を単装砲がで、軽発気、近接戦闘用としてこの時代の軍艦に広く採用された、フランスのオチキス社のオチキス3 7トル5連装ガトリング砲を、 単装砲画で6機装備した、対艦攻撃用に45.7センチメートル、魚雷発射艦4機を装備していた、安市園ミフ原稿資料館所蔵、ありがとうございます。